考古学でやっぱりね、ほら、縄文中期はね、やっぱりこの、山梨、長野、新潟がやっぱ圧倒的に中心地でね、いいものがたくさん出てて、で密度が高いですよね。だから世界遺産でね、青森とか北海道がなってるけどさ、だけど本来は縄文代表するのはこの3県ですからね。だからそういうことをもうちょっと歌い上げてくれた方がいいんじゃないかなと思いますけど、それで面白いのはね、縄文のよく想像するんで、最近獣害っていうか鹿が多いでしょ。で僕山中湖にしょっちゅう別荘があるんで行ってるんだけど、その別荘団地の中でもね、もう奈良公園化しつつありますからね、鹿が多くて。それでどうも今山梨県全体では8万頭ぐらい、それで縄文人口がね、いろんな統計あるけど30万弱、約27、8万だって言われてるんですよね。それでそうすると山梨県にはさ、それで割って中心地だから人口密度が高いとしても、おそらく3万とか4万はいたんじゃないか。そうすると今鹿はさ、その倍いるわけだからね。だから結構増えすぎだなと思うし、それから3万4万あったら結構縄文人同士がね、なんか、鹿を追っかけながらさ会うとかね、そういうことがあったんじゃないかな、なんてそういうことをさ思い浮かべることがこの長野なんかでもできるからね、それが面白いですよね。